上げて落とす。いや、なんか言葉の授業する人が汚い言葉使っていいんですか。ラジオでは綺麗な言葉しか使わないと決めています。でさっきから思ったけど、はい、歌い手さんですよね。はい、そうです。メガネ芸人だの裸眼芸人だの芸人じゃねえかんな。いや、たえ、じゃあチョー君は何、住みますの人。住みますの人、何それ。住みます芸人って書いてあるのに住みますの人って何すか。ただの人じゃないですか。そう、何やねん、誰やねん、あんたは。え、俺に今言葉の授業じゃしてくれよ。じゃあ今俺にふさわしい言葉じゃ一個くれよ。じゃあ あのチョー君は、はい、やっぱり栃木県の中で右側のね、ちょっとなんか海に近い側でじゃないですか。真岡市は茨城に近いから、はい、どうしても海に近ければ近いほど死因が強くなるんですよ。死因、死因、死因って死んだ原因ですか。生きてるんだけど、はい、母音と死因ってあるの分かりますか。あれね、そっちね、そっち、はい、母音はあいうえお、はい、かの母音は、はい、あね、かあか、はい、さの母音はさあ、あ、そうそうそう、もの母音はお、お、お、そう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 、母音の方が強い方が柔らかく優しく聞こえるというのが一つ大事にあるんですけれども、はい、どうしても海側とか田舎に行けば行くほど、はい、どうしても子音の方、最初の音の方が強くなっちゃうんですよ。だから栃木県民は比較的その傾向があるから言葉が強い、怒ってるように聞こえるっていうのはそういうところが問題なんですね。あるんですね、そういうのが。あるんです。だから子音が強い。私もすごく気をつけてて、特に真岡だから身分はね、もうちょっとねマシ、まだマシ、あと、まあ、ちょっとまだまだいい、マシな、バカにしてんの。バカにしてんのもあれだけど、ずっと気になったんだけど、はい、なんであの喋り方ちょっとつぶやきしろうさんみたいな。いやなんかなんとかでね、うん、あの佐藤ひろ子はね、なんか僕つぶやきしろうさんのパクってるよね。つぶやきさんだって小山でしょ。小山なの。あれ違った、わかんないですけど。え、乃木か。違うじゃねえか。乃木だって言葉に授業する人が言葉間違ってんじゃないか。全部言葉じゃないで、知識だから。知識か。乃木家なんだ、みんな栃木の子だね。じゃあそんな栃木のみんなと一緒にそんな言葉の授業も ね、あの9月から、はい、お、いい発展ね。いいからもうそういうの。それでは、はい、まあ、あまり押すとみんな帰れないから。そう、しかも官票ダンサーとして俺しか出てきてないですけど、本当だ、ね、もっと呼ばないと。それでは、はい、踊りたい子供たち、踊りたいステージに集まれ、はい、集まれ。今髪の毛ぐしょぐしょやってるあの女の子もね、はい、踊ろうとしてるんだけれどね、まだちょっと髪の毛がまだ準備が。カンピオの歌知ってる？たまには2人でやろうか。2人でやる？本当すか？来る？同い年なんですよ僕ら。じゃあ同い年ブラザーズで。ブランチ。男っすもんね。女子。あ、女子。あ、初めて知った。今日大丈夫だったの？一日私いなかったけど。え、なんでそんなし、お姉ちゃん？あれお姉ちゃんだっけ？いやなんか、あれ本当にブラザーズじゃないですか？ブラザーズ。すごい心配されてる俺。心配なんですよ。大丈夫ですよ。はい、大丈夫です、はい。なんか芸人の感じですね。だんだん前出てきちゃうっていう、ね。もう芸人、まあ、いい芸人って言ってるからね。じゃあ、はい、今日はちょっと珍しく2人でやりたいなと思います。なるほど。カンピョンの歌、はい、これはダンスがありますので、よかったら会場の皆さんも一緒に歌って踊っていただきたいと思います。はい、まずはサビのところレクチャーしていきたいと思いますよ。はい、